あいや、あの、結婚の例え話めちゃくちゃ良かったですね。分かりやすい。確かに、おっしゃる通りですね。<laughs> 確かにね。<laughs> どうやって落としたねんって話ですよね。<laughs> そもそも論として。そもそもどうやって落としたんですかっていう。それ交渉でしょうっていう。ね、まあ、その、それを交渉と言わずプロポーズというね、あの、なんかそういう形の言葉になってるんであれですけど、みんな一緒ですよ、本質的なのは。 で、なんで、そのみんなできないのかっていうと、やっぱその、うーん、なんだろうな。こっちはできるのに、こっちになるとできないみたいな。まあ、例えばでしょ僕はいつも言ってるんですけど、ワンツー動画、ドリームアカデミアでもね、ワンツー動画絶対撮れと。絶対撮れって言ってるんですけど、これね、あの、こん、あの、飲食店でね、 え、バイトするじゃないですか。いらっしゃいませって言わないとダメじゃないですか。これ当たり前ですよね。でもなんかネットになると、それちょっと嫌です、みたいな。恥ずかしいみたいな。いやいやいや <laughs> いや。じゃあ飲食店のね、居酒屋にバイトしに行ってくださいよ。いらっしゃいませも言わなかったらね、君クビだよってなる可能性ありますよ。だっていらっしゃいませも言わないんですよ。当たり前じゃないですか。だからこっちで当たり前なのにネットになると当たり前じゃないみたいなね。だからこっちの当たり前をネットに、ネットに持ってくるだけで、勝てるんです。 これめちゃラッキーですよ。ね。なんでかっていうと、みんな、なんかね、これ区別、なんか、こっちでやんないんですよ。ネットは魔法だ、みたいな感じで。なんかそういうのじゃないんだってね。そういうのじゃないんです、みたいな。いやいや、リアルでやっていることをただネットに持ってくるだけで成功できますから。ね。僕なんかは、めちゃくちゃ簡単なことやってます。めちゃくちゃ簡単なこと。ね。あのー、登録してくれた人にあ、あのー、登録ありがとうございます、みたいな。アンケート答えてくれてありがとうございます。ウィーみたいな、やってるわけですよ。 めちゃくちゃ簡単ですよ、こんなの。だって会わなくていいんですよ。カメラに向かって、ありがとうございますって言うだけですよ。でも、飲食店とかでも、目の前に、ね、怖い人いるかもしれないじゃないですか。ね、こんな、うわーみたいなね、サングラスかけて、いらっしゃいませ、みたいなね。わかります <laughs> めちゃくちゃ簡単ですよ。ネットの方が、こんなの。で、その簡単なことをやんないですよね、みんな。なんでやろうと。え、それ僕5、5年か4年やってるだけですよ。もうちょっと5年になりますけど。たもうそれずっとやります。だってみんなやらないからね。 ここんんなな簡単なことと。ややらずして何やんだと、何だ僕はこの簡単なことを徹底的にやって、えー、借金2000万も返しました。親に BMW、300万の BMW 今年プレゼントしましたよ。やってることはこの簡単なことです。言ってらっしゃい。